はいけないのか。でも誰かが裏切った。もうフグは己の腕の一部と思え、体の芯を。おお、酒井、よくやったな。これどこかの家の侍が助け立ちしてるらしい。対馬の端から端までつながる道を。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。竜像は今どこに。この近く、高野山。お前が行かずともよいのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよ。こちらは戦支度を済ませておく。ユナも来るやもしれぬな。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい。いろんなもんだよ。家事の道具は本土で買おう。行くのか。志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。竜像が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも竜像を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜陰に紛れて一人で撃つさ。
けろ、ノブ。高野山砦、裏切り者の住みか。砦を探るか。のさばっておる。酒井様、お待ちを。し、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。猛虎とは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。分かった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。みんな一網打尽にされてしまえ。よくやった。無事に陣まで戻れ。龍蔵はおらぬ。おそらく門の向こうか。そちらの精鋭を出せ。どうぞ。
した。龍蔵、待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや龍蔵、意味はある。酒井様、酒井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まればほどけるぞ。馬の乳の酒だ、我が相場のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉志村からも来た。戦が終わるというのに。もうこの傀儡にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。
クロードは英雄だ。聞いたか、民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。同士討ちをさせる気か、竜像のように。だが無駄だ。さすがはクロード、こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。選ばせてやる。今度は過つなよ。どこだ。殺してやる。Thank you.
誰が相手だ。死を追って償え。